皆様改めましてこんばんは。先ほど原田さんからご紹介いただきましたけれども、私はですね、台東区の根岸ですね、ちょうど上野公園の裏あたりになるんですけれども、そちらのですね、そちらに円光寺というお寺がございまして、そちらの副住職をしております中山と申します。またですね、今東京禅センターといいまして、世田谷にですね、一般の方に禅の普及をということで、座禅会をやったりですね、または講演会などを行っている、機関がございまして、そちらに、勤めております。今日はですね、皆様と一緒に、ちょっと座禅に、触れていただければなということで、行っていきたいと、思っております。皆さん座禅始めてっていう方はどのぐらいいらっしゃいますかね。はい、ありがとうございます。今日はですね、もう、本当にですね、まず禅の入り口ですね、禅ってこういうものですよっていうこととですね、あと座り方ですね、よく皆様がテレビとか雑誌とかで見るようなですね、座り方、そういったものを、一緒に行っていきまして、でその後でですね、ちょっとお話を挟みながら座っていこうかなと思っております。それでですね、まずはちょっとじゃあ禅ということで言っておりますね。今禅とか座禅とかって、お話ししてましたけれども、まず一番最初、この禅って何ですかねっていうところちょっとお話ししてていければなと思いますね。私の格好見て、もうすぐお分かりでしょうけれども、禅っていうとですね、一つは仏教の、中の、一つの、教えですよということになりますけれども、他ですとですね、よく仏教とかで聞くと南無阿弥陀仏だとかですね、そうやって念仏を唱えたりとか、火を焚いて祈祷、ごまっていうんですけれども、火を焚いてなんかこうやってお祈りしてる、そういったいろんな宗派が分かれますけれども、その中の一つの考え方で、禅というところがございます。で、じゃあこれって何ですかっていうとですね、一番大切なのはですね、そういった何かに願ったり、何かに頼ったりですね、何かお祈りをしてどうにかしようっていうものじゃなくて、自分自身と、見つめていきましょうというところが一番重要なポイントになっていきます。で、自分自身を見つめて、その中にある、自分の中のですね、囚われだとかですね、偏りだとか怒りだとか不安、そういったものをですね、一つ一つ、見つめて、自分の中にあるそういったものをですね、一つ一つ見つめていって、それをですね、自分自身の手で一つ一つ捨てていきましょう。そうすることによってですね、心がですね、波立っていたものが、穏やかになって、でその中にですね、穏やかになった心での中にある本来の自分ですね、普段私たちはどうしてもですね、生活しているとですね、むさぼりの心だったりですね、怒りの心、または愚痴の心ですね、そういったものがですね、普段生活しているとどうしても出てきてしまう、そういったものが、出てきてしまうと、どうしてもですね、ずっとそのことが頭から離れなくなってしまってですね、仕事になかなか手がつかなくなってしまったり、日常生活がですね、なんか思う通りにいかないなっていう時が出てきてしまう。でも、こうやってですね、禅の教えをですね、少しでもこう生活の中に取り入れることによってですね、そういったですね、心のざわめきっていうものをに引っ張られずにですね、その瞬間その瞬間をありのまま、あるがままに、生きていくことができますよっていうのがですね、一つ禅の教えになっております。で、これから皆さんと一緒に、行っていくのは、この、座って、いくですね、座禅というものになります。で、座禅、もともとの言葉はですね、禅定という
言葉になります。禅定っていうのは、心をですね、こう一つにこう集中していって物事をしっかりと見定める、またはですね、自分自身をしっかりと見つめる、心の集中によって自分自身を見ていくっていうのが禅定という言葉になります。よくですね、仏教ではお釈迦様がお悟りを開きましたよっていう時が言うんですけれども、お釈迦さんが悟りを開いた時にはこの禅定をしていましたよっていうことになりますね。ですから、それを行っていきましょうということですね。ちょっと余談になりますけれども、この禅定っていう言葉、インドの昔の言葉ではディアーナという言葉、これをですね、漢字で当てると、禅定という言葉になります。で、そのインドに残った、そのディアーナという言葉がですね、また、別な流れになっていきまして、今でいうヨーガという言葉になっております。ですから、最近ブームですよね、ヨガ。街中でもいろいろ見ます。ホットヨガスタジオとかですね、CM とかでもヨガやってみませんかっていうことありますけれども、実はそのヨガとこの禅定、座禅っていうのはですね、ちょっとした兄弟みたいなものになっております。私もですね、先週の土曜日にですね、初めて、ヨガちょっと体験してみたんですけれども、確かになんかこう禅とつながるところがあるなって思っております。 ですから、座禅って聞くとですね、なんかどうしてもこうガチッとした、厳しいイメージがありますけれども、あんまりですね、気張らずにですね、そういったですね、ヨガと同じようにですね、自分自身と向き合っていく、そういったものだと、思っていただければと思います。で、この禅定という自分自身と向き合う方法の中の一つとして、座って自分自身と向き合いましょうねというところで、座禅というものになっております。で、この座禅、座って、禅定を行うっていう、そういった意味もあるんですけれども、この座っていうのはですね、他の、座る以外にももう一つ意味がございまして、それはですね、その身そのままでという意味です。意味があるんです。あるがままにっていうことなんですね。何か特別な道具を使ったりとか、特別な技術を使って、自分自身と向き合うのではなくて、あるがままの自分で、そのままで、自分自身と、向き合っていきましょうねということになります。で、この座禅、大切なことが3つございます。よく、言うのはですね、この一つ目がですね、長身調べる、または整えると書いて、そして体、自分自身の体をですね、一つ一つ整えていって、一つ一つ調べて、でそれで向き合っていきましょう。自分の体と向き合っていきましょう。2つ目が調息、体が整ってきましたら、今度はですね、自分の呼吸、息というものに、心を一つ一つ、整えていって、そしてですね、調べていきましょうということになります。で、3つ目が調心、今度はですね、体を整えまして、呼吸を整えました。最後は、心を整えましょうという、この3つ。この3つができれば、座禅になりますよ。その身そのままで自分自身と向き合うことができますよということになりますね。ではですね、皆さんと一緒にこれからですね、1つ目の調心、体の整え方を行っていきたいと思います。皆さん、この小さいクッションお尻に当ててるかと思いますけれども、
少しですね、これをこうお尻に当てていただいて、まあ、重心がですね、ちょっと前になるぐらいに、調整してみてください。で、靴下を脱げる方はですね、靴下を脱いでいただいて、あと、時計ですね、時計外せれる方はですね、少し時計を外していただいて、まあ、時間を忘れてゆったりと座っていただこうかなっていうことですね。はい、そうしましたらですね、まず、座っていくためのですね、土台を一つ作っていきたいと思います。まあ、皆さんにお願いしているのはですね、一番無理のないように座ってくださいということをお願いしております。座禅はですね、我慢大会ではありませんので、痛い足をですね、こうグッとこらえているというよりはですね、自分の座りやすい体勢でしっかりと座っていくということをお願いしております。では行きます。まずですね、右足を左足のももの付け根あたりにグッと持っていってください。はい。で、続いてですね、左足を右足の付け根にグッと持っていきます。はい、はい、難しい方はですね、片方の足だけでも構いませんですし、で片方の足を上げるのも難しいなという方はあぐらでも結構です。はい。で、これはですね、一番皆さんこの座禅で疑問に思うかもしれないんですけど、なんでこんな足の組み方をしているのかなというところですね。まずですね、イメージしていただきたいのはですね、カメラの三脚をイメージしていただければと思います。カメラの三脚ってあれは3点でこう支えているので、重心をしっかりと取ることができて、カメラの三脚は3本の足でもしっかりと立つことができるんですね。もしカメラの三脚が2本足だった場合、重心が安定せずにフラフラしてですね、パタンと倒れてしまうかと思います。では私たちは普段どのような生活をしているのかというと、2本足で立っていますので、実は重心が安定していない状態なんですね。で、まあ、椅子に座っている時もですね、ほぼお尻の方に重心がいっているので、なかなか自分の重心っていうのがですね、取りづらいんですけれども、こうやって両足と足を組んでいると、両膝とお尻の3点でですね、こうやって自分の体を支えることができるようになるんですね。そうするとですね、カメラの三脚のようにしっかりと重心、自分自身の重心をしっかりと取ることができるので、体が安定していく、また長時間座っても疲れないということで、こうやって足を組んでおります。椅子に座っている方もですね、無理のないように、この足が組めなくても、座禅になるんですけれども、次に行っていく、この体勢からですね、腰を入れていくんですけれども、腰をしっかりと入れていただければ、そこから座禅になっていきますので、ご一緒に行っていただければと思います。はい。ではですね、こうやってまずは土台を作りました。土台を作ったら、今度は腰をですね、その上に乗せていきたいと思います。まずですね、体をですね、ぐーっと前に倒していただいて、今度はですね、おへそを前に突き出すようにしながら、ゆっくりと体を起こしていきます。そうするとですね、お尻の上に腰が乗っている感覚っていうのが、分かるかと思いますね。皆さん座禅の時はですね、この感覚をしっかりと持つようにしていただければと思います。足が組めなくても座禅を行っていくことができるんですけれども、この腰が入っていないとですね、次に行う聴息、呼吸の整え方でですね、深い呼吸ができなくなってしまいますので、この腰だけはですね、しっかりとグッと入れておいてください。はい。では続いて背筋を伸ばしていきたいと思います。頭のてっぺんと天井が、糸でつながっている、そういうイメージを持ってください。はい。で続いてですね、その糸でですね、グググと頭が天井に引っ張られるイメージですね、そのイメージを持っていただいて、グッと背筋を伸ばしてください。はい。まっすぐになってきましたね。はい。では続いて、このまっすぐになった背筋に、手をつけていきたいと思います。まずおへその前にですね、右手を持ってきてください。はい。
では、続いてですね、その右手の上に左手を乗せます。左手を乗せたら、その親指と親指を軽くつけていただいて、ここに手の中にですね、きれいな楕円形を作る、そんなイメージで、手を結んでください。こういう形ですね。で、そうしましたら、ぐっとお腹に引き寄せていただいて、足の上にストンと乗せます。はい、続いて、顔ですね。顔は顎を軽く引いていただいて、目線は、相手の、向かい側のヘリあたりですね、1.5 メートル先あたりをですね、ぼんやりと眺めるようにしてください。で、ここでですね、一つお願いがありますけれども、座禅中はですね、なるべくまぶたを閉じないということをお願いしております。それって何かというとですね、座禅というのはですね、あるがままを見つめ、あるがままを聞き、あるがままを感じていく、何かを遮断したりするっていうことはしないんですね。またまぶたを閉じるとですね、心の中でいろいろな思いが出やすくなってしまいます。座禅っていうのはですね、何かをこう考えていくというよりはですね、そういった考えを一つ一つ捨てていくということになります。よく瞑想と座禅って何が違うんですかというお話いただきますけれども、瞑想というのはですね、いろんな考えを思い巡らせていって、その中にある自分自身を見つめていくというのが瞑想になります。ですから瞑想の時はまぶたを閉じます。まぶたを閉じた方がいろいろ考えやすくなるからですね。でも座禅というのはですね、そういった考えを捨てていく、ですのでまぶたを閉じることはなくてですね、まぶたの力をすっと緩めていただいて、ぼんやりとですね、1.5 メートル先あたりを眺めていくということになります。はい、これがですね、座禅の、形ですね。私たちの体一つ一つをですね、調べながら整えていく調身になります。では続いて、この形のまま調息を行っていきたいと思います。まずですね、皆様に意識していただきたいのは、へその下、7、8センチ下あたりですね。こちらをですね、丹田と言います。昔の人はですね、人間の中心はこの丹田にあるというふうに言っておりました。で、皆様に行っていただきたいのは、この丹田にですね、まずゆっくりとですね、力を込めていって、体の中にある空気を上に押し出していく、息を吐いていくということですね。で、吐くときにですね、口でも、鼻でもどちらでも構いません。細く長くゆっくりとですね、体の中にある空気を吐いていくということをお願いしております。で、皆様それぞれのタイミングで構いませんけれども、これ以上吐ききれないよというところまで息を吐き切ってください。で、吐き切ったらですね、今度はこの丹田の力をスッと緩めます。スッと緩めると、空っぽになった体に自然に空気が入ってきますので、その自然に入ってきた空気を一旦丹田のところまでぐーっと下に押し込めていく、そんなイメージでぐっと、お腹に力を込めていただいて、で、そしたらですね、またもう一度ゆっくりとですね、丹田に力を込めて、今度は下から上に体の中にある空気を、押し出していくということなんですね。で、私たち普段何気なく呼吸というもの、息を、しているかと思うんですけれども、この息というのはですね、私たちのこの心と密接なつながりがあります。私たちの心がですね、不安だったりですね、焦りだったり怒り、そういったですね、波立っているっていう時はですね、自然と私たちの呼吸というのは浅い呼吸をしているんですね。逆にですね、落ち着いている時っていうのはゆったりとした呼吸を行っている。で、そういったものにですね、心によって呼吸は乱れるですけれども、逆に言うとですね、呼吸を整えることによって心も整っていきますよという、そういった深いつながり、
ですね、あります。漢字で書くとですね、分かりやすいですよね。息という字は自分の心と書いて息という字です、ね、になっておりますので、まあ座禅中はですね、この呼吸、息というものをとても大切にしていきます。はい、体を整えました。呼吸を整えました。では最後にですね、心の整え方、心というのはですね、目に見えないもの、目に見えないものを整えるっていうのはなかなか難しいんですけれども、3つ皆様にやっていただきたいことがございます。まず1つはですね、素足観というもの、数の息を見ると書いて素足観と言いますけれども、先ほどこの聴足でですね、息を吐いてください、ゆっくり吐いてくださいと言った時にですね、その吐いている時に自分の呼吸を数えます。こんな感じですね、吐いている時に人で息を吸う、続いて二つで息を吸う、続いて三つ四つ五つ六つ七つ八つ九つと十までですね、自分の呼吸をゆっくりと数えていただく。十に行きましたら今度はまたもう一度一に戻る。まずベースはその呼吸を数えるということをずっと皆様繰り返し行っていただく。素足観を行ってください。続いてですね、素足観を行っているとパッとですね、余計なことを考えている自分っていうものが現れてきます。その素足観ではないことを考えている自分に今度は気づいてください。気づくということですね。気づいていただいて、で、あ、自分今こんなこと考えてたなっていうのをすっと一瞬だけですね、こう眺めて、あ、自分今こんなこと考えてたなっていうふうにしてください。気づいていただいて、で、気づいていただいたら今度はですね、その考えをですね、これ以上膨らませることをやめてください。これを捨てると言います。捨てる方法、強制的にですね、素足感に戻ってください。ずっとその考えにとらわれていくのではなくて、強制的に自分の素足感に戻って、その余計な考えというのを捨てていく。3つですね、聴心の3つ、まず素足感を行っていただくこと、余計なことを考えている自分に気づくこと、気づいたらその考えを捨てていくこと、一つ一つ捨てていくこと、この3つを行っていただければ聴心、自然とですね、心が穏やかになっていきますよということになります。以上が、座禅の聴心、聴足、聴心の3つになります。はい、最初にですね、やってもなかなか、難しいかと思いますけれども、別に焦る必要はございませんので、ゆっくりとですね、自分のペースでやっていただければなと思います。はい、一旦皆さん足崩していただいて大丈夫です。